浜田防衛大臣がトマホークを一括で購入する方針との発表をし、数は公表されていない。今回はトマホーク一括購入で2113億円の予算額を詳しく見ていきますね。一発4億円とし、500発の一括購入と輸送されるが、その中身は急がれる台湾有事への抑止力と見られるが、現政権は意外にスピード感を持ってやっていると感じている。あなたはどう？2023年2月14日に行われた記者会見で、日本の浜田防衛大臣は、本年2万223年度内に、アメリカ製の巡航ミサイルトマホークを一括で購入する契約の締結を目指していると述べ、その数量については、明言はしなかった。浜田防衛大臣は、トマホーク巡航ミサイルの今回の調達数については、現時点で、所要と判断される数を一括で契約すると述べるに止めた形だが、日本の防衛力の内訳を明かせないとの理由が、そこには添えられた。すでに、2022年12月に、安全保障関連の3文書の改定と、閣議決定によって示された、2023年度の防衛予算案の中に、トマホーク巡航ミサイルに関する、取得費用は、2113億円が盛り込まれており、およそ500発ほどが想定されていた。今回も、この線を踏襲した数量を念頭に置いての調達となることが、ほぼ確実と見られており、仮にそれが正しければ、500発の場合、1発あたりは、概算で、およそ4億円ほどに相当するであろうことが、計算からは想定できると言えよう。日本側が調達を基としているトマホーク巡航ミサイルについては、その詳細な形式等は明かされてはいないものの、最大射程距離がおよそ 1600km の最新のバージョンだとの説明がなされている状況である。日本では今回一括で調達を計画しているトマホーク巡航ミサイルを海上自衛隊が現時点で8隻保有しているイージス護衛艦に搭載する予定としており、最短で2026年度から実装を行うことを想定している模様だ。2023年時点で海上自衛隊は全8隻、その内訳は混合型4隻、アタゴ型2隻、マヤ型2隻のイージス護衛艦を保有、運用しているが、以後の5年間で、さらに2隻の新造を見込んでおり、10隻体制へと拡充する方向である。それに加えて、陸上配備型の弾道ミサイル防衛システムでありながら、配備中止となったイージス・アショアの代替策としては、ベッドのイージスシステム搭載艦を2隻新造することが決められており、こちらも並走が注目されている。一時期は、現行のイージス護衛艦をはるかにしのぐ、大型艦となるとの情報も取り沙汰されたイージスシステム搭載艦ではあったが、今は、それらと同サイズと、現実的な規模に落ち着いたとはいえ、かなりの重兵装が囁かれている。そこには、本来の用途である、弾道ミサイルの迎撃用の兵装以外に、開発中である国産の1式地対艦誘導弾の能力向上型や、当初防衛用の高速滑空弾等の長射程を備えた、艦発型の搭載が予期されており、注視されている。イージスシステム搭載艦は、イージスアショア用に調達予定であった。その発射機やレーダー部分を違約金が発生しないように転用する方針だとされているため、他のイージス護衛艦だと、互換性のなさが指摘されている。今や、トマホーク巡航ミサイルの調達が規定路線となるほどに、日本の自衛隊が装備する兵装の拡充が図られる現状を鑑みれば、多少の違約金が生じようとも、汎用性に秀でた通常のイージス護衛艦を増加させる方がいいようにも映る。イージスシステム搭載艦は、イージスアショアの計画中止で、
宙に浮いてしまった発注済みの機材と、それらで生じる金額的な損失とを防止し有効化活用しようとする意図は理解できるものの、目的が不明瞭化している感は拭えない。国産兵器の比率を向上させて、防衛力の底上げを図ると同時に、それらの生産を担う国内企業の防衛事業からの撤退を両立させようとの考えは、方向性としては正しいのだろうが、民主権もままならない国産兵器への依存には疑問符がつく。そうした兵器としての実績と安定感を踏まえるのであれば、一二式地対艦誘導弾の能力向上型の開発終了と、その配備までのつなぎとしてではなく、トマホーク巡航ミサイルに容易な、堅実な兵装との併用は継続すべきではないだろうか。海上自衛隊では、水上戦闘艦に止まらず、潜水艦にも、対地、対艦攻撃能力を付与することを意図して、これまでに装備してこなかった VLS、垂直発射艦装備の実験艦を計画しているが、こちらも、国産の兵装が有力視されている。ここでも、一二式地対艦誘導弾の能力向上型の潜水艦使用が想定されていると思えるのだが、水上戦闘艦に搭載するよりも、はるかに技術的な難易度が高いコールドローンチ方式を、今から一から開発する、時間的な余裕があるのかも、議論は分かれる。そこにおいても、アメリカ海軍の原子力潜水艦において、運用と実績が固まっている、潜水艦の VLS、垂直発射艦艦発射用のトマホーク巡航ミサイルを検討する方が、はるかに迅速な配備が可能なはずだと、個人的には感じられる。さて、こうした、トマホーク巡航ミサイルや一二式地対艦誘導弾の能力向上型を自衛隊が装備することへの見解だが、軍事関係者の間でも評価は分かれており、ことに、左派系のそれらの人々からは、その事実を非難する論調は相変わらずである。そこでは、トマホーク巡航ミサイルや一二式地対艦誘導弾の能力向上型は、いずれも、飛翔速度は、亜音速のミサイルであり、最大の仮想敵である中国側から、見た場合に、そうした遅いミサイルを迎撃することは、たやすいと指摘する声も聞こえてくる。確かに、今の時代に、亜音速の巡航ミサイルは、以前よりも迎撃される可能性は、増していることは事実であろうが、まさに、そうした敵側に、迎撃の体制を取らせることも、大きな目的の一つであり、警戒させることが抑止力につながると言えるだろう。キレよりもトマホーク巡航ミサイルを装備することの利点は、長距離を、精緻に、ピンポイントで攻撃が可能なことであり、対地攻撃のみならず、水上を移動する追艦用途にも使用することが可能な、その特性にあると考えられる。台湾有事の際に、日本に必須となる兵装を鑑みた場合、台湾や日本の南西諸島に接近する中国海軍の艦艇の行動を防止する能力を持つものが最も重要であると思われ、その任の一端を担うのがトマホーク巡航ミサイルの位置づけである。アメリカ海軍においては、2000年代以後の中東地域の戦闘で、攻撃型の原子力潜水艦からの対地攻撃の主要な兵器として、トマホーク巡航ミサイルは使用されたが、日本での運用は、それよりも、対艦攻撃の方が、現実的に感じられる。日本では、反撃能力の保有を、政府が公に打ち出したこともあって、これまで自衛隊が装備してきた兵装よりも、圧倒的に、射程距離が、長大なトマホーク巡航ミサイルの危険性を声高に叫ぶ反対派も多いが、保持して使用を検討できることが重要だろう。そもそも、アメリカ自体が、今から、10年ほど前の2013年頃には、日本側が、
トマホーク巡航ミサイルの調達を打診した際には、中国を刺激することを恐れて難色を示したとも言われており、ここ10年で大きく日本を取り巻く軍事的な環境は変化したと言えよう。昨年2022年2月に、ロシアがウクライナへの軍事侵攻を敢行し、今も戦争が続く中で、かつての旧ソ連の崩壊以降、おおむね軍縮の傾向にあった多くの西側諸国は、いやおうなしに軍備の増強に備えることを余儀なくされている。日本も、そうした動きは同様の傾向であるとはいえ、よくよく日本の置かれた地理的な環境を踏まえてみれば、最大の仮想敵国たる中国は、着々と軍備の拡張を続けており、軍事バランスは、すでに危ういところまで到達してしまっている。これを考えれば、日本の防衛費の増額は、遅すぎた決断ですらある感も否めないが、かつ、手までの時代と異なり、一般的な軍事力は、その保持を他国に明確にすることで、抑止力となり得るため、アピールを続けることが肝要となるだろう。